はい、どうもこんにちは。フィギュア大好きトイカンです。今回は前回のメガホビに続いてのワンホビのまとめレビューになります。この日ね、同日に3つのイベントがあって、で、このワンホビが最後に見たイベントだったのね。で、最初に見たエロホビと、その次に見たメガホビで、カメラのバッテリーもメモリーもかなり使ってしまって、あんまりね、撮れなかったんだよね。あとね、行った時間も遅くなっちゃったから、結構人混みも多くなっちゃって、なかなかね、撮影しづらいっていうのもあってね。なんでね、一本一本が結構短いです。申し訳ない。で、メガホビの目玉がジャンヌ・ダルク・オルタだったのに対し、ワンホビはね、これ、ライダーのアルトリア。いや、このね、馬がすごいね。半端ない迫力。しかも迫力だけではなくて、塗装もね、鮮やか。見事なね、トリコロールカラーでね、まとまってるよね。これもね、価格がやばそうだよね。まあ、でも、グッスマからなんで、アルタやマックスファクトリーよりは、価格は抑えめだと思うんだけど、まあ、それでもね、またこれもね、大台に乗りそうだよね。で、色もついたんで、そろそろ予約開始の案内が来そうだよね。で、同じ FGO から、主典同時。この人もね、僕まだゲームで出会ってないんだけど、衣装がね、鮮やかだよね。なんか、妖艶な感じがするんだけど、FGO に出てくるアサシンって、ちょっとこう、妖艶なエロさがあるよね。まあこの子も着物羽織ってるけど中は下着でそれが丸見えだからね。しかもね、貧乳でこの子もやっぱロリ属性なのかな。なんかでも顔はねちょっと大人っぽくも見えるんだけど。で、こちらがまだ原型展示のクーフーリン。これは前回のワンフェスの時と同じでまだ色がついてないですが、勇ましいポージングでかっこいいよね。僕は劇場版のランサーが好きなんだけどね。このクーフーリンもスケールとしては初めてだし楽しみ。で、さらに FGO からこちらも原型展示の宮本武蔵。いやー、これはね楽しみだね。いやー、これはねいいよ。僕もねプライズの武蔵はね買ったんだけど、デビューもアップしてるんだけどね。やっぱねスケールで欲しいよね。スケールフィギュアでこれはね欲しいっていうか多分買う。まあまだ色ついてないけどね。衣装がかっこいいし、二刀流だし、おっぱい大きいし、ビーチクも立ってるしね。もうね、これ、言うことなしでしょう。で、FGO が終わって、次はカンコレ、春菜の私服、買い物モードだって。しかし春菜って私服が似合うよね。もう似合うっていうか、もうこれ、普通のお姉さんだよね。そこら辺にいる普通のお姉さん。まあでも、それがいいんだよね。でもなんかカンコレ系も結構黒髪ロングの子が私服バージョンで出てるような気がする。つってもまあしぐれぐらいかね。で、同じく春菜のこれは普通の偽装モード、偽装モードっていうか通常バージョンね。これも同じくファットから出ます。ファットって混合型推しじゃない？そんなことない？混合型って混合だけだっけ出てるのって。まあ、個人的にはね、僕霧島好きなんで霧島見てみたいな。春菜はちょっと出しすぎなような気もする。まあ人気があるからなんだろうけど。で、こっちはなんとマックスファクトリーから鈴谷の買い身です。鈴谷って多分僕の知る限りでは初のスケール化だよね。そうだよね。鈴熊って人気あるけどあんまりフィギュア化に恵まれてなかったような気がするんだよね。それだけにね、これはねちょっと楽しみです。でもなんか春菜とか鈴谷って OL っぽいよね。でもこの鈴谷はいいよね。偽装もついてるし、これちょっと欲しいね。うん、これもちょっと早く彩色が見たいよね。これは買いそうな気がする。あー、でもこれ8分の1なんだよね。珍しいね、マックスで8分の1って。まあその分価格も抑えられるんだろうけど、あれかな、逆に価格を抑えるための8分の1スケールってことなのかな。とにかくこれもね早く彩色が見たいです。そしてここからはフリーイングで、これもカンコレなんですが、なんと今更の島風しかも結構出し尽くされた感のあるポージングなんだけど、うーん、なるほど
まあどうなんだろうね、島風、まあ、嫌いじゃないけど、うん。でこちらはフリングお得意のバニー、しかもなんとマキセクリス、意外っちゃ意外だよね。あのフケさんのイラストってむっちり感はないからね、あのそれがバニーになったっていうのは意外でも逆にそれが楽しみ。そしてこちらもなんと由比ガ浜由比、あの今アニメの方も再放送されてるんだけど、これもね意外なチョイスだよね。でもまあこの子は結構人気あるし、胸も大きいんだよね。しかもポージングがかなりエロい。最近本当にね気になってますこのバニーシリーズで。この子が出るってことはきっとねあの子も出るんだろうね。でさらにこちらはイラストレーター島田文兼さんのオリジナルのバニーということです。なんかね文兼さんのバニーというとあのストパンのねシャリを連想するんだけど、まあ、パッと見これ似てるしね、僕最初シャリだと思ったし、まあなんかこれは普通にありって感じ、かわいい。でさらにこのエロい2人なんですが、これはデッドアライブのほのかとマリーローズということです。僕ねこのゲームやってないんでわからないんですが、金髪の方がマリーローズです。あのマックスファクトリーからも出るよね、バニーじゃないけど、あれはね僕一応予約してます。にしてもこれエロいポーズだな、なんかね、なんなのこれこのポーズ。まあ嫌いじゃないけど、どっちかって言ったら好きだけど、でもこれあれだね、ちょっと後ろから見たいよね。でファットに戻ってアクアです。このアクアやばいよね、あのもうこれかなりエロいんですけど、もうあのこのスバ感ないよね、ここまで来ると。でもさこれ他の2人もさ出るとさらにこれやばいよね、これね絶対3人揃えたくなるよね。ちょっとそれは期待したいですマジで。あの個人的にはダグネスのエロいやつ出してほしい。あのめっちゃエロいやつね。でからかい上手の高木さん、この子結構人気あるよね、中高生に人気あるのかな、なんかあの本のおまけのフィギュアも人気あったんだよね、アニメも面白かったしね、ちょっと気になるよね。このね机とかノートとかの小物類が細かい。でこれはアクアマリンのアスナで、おなじみの決命騎士団なんだけど、これ本当今いろんなメーカーから出てるよね、ちょっとね出しすぎ感はあるかな、もうちょっと他のキャラとかにも力入れてほしいかなとは思う。で月曜日のタワワ、もうこれは言うことなし、タワワりたいと。このさこの胸のところのこのシャツの隙間からブラが見えるのがいいよね、もうなんかこれだけで買いたいと思うもん。やっぱこう隙間から見えるっていうのがねこう男心をくすぐるんだよね。まあ普通に見えるよりもこう覗くっていうのがね、これがね男のロマンなんだよね。いやー素晴らしいです。でガブリールドロップアウトからガブちゃん、これもなかなかいいチョイスだね。あのアニメ2期とかやらないのかな、結構好きだったんだよね。あの天使側の巨乳の子いたじゃん、ちょっといたずら好きな子、あの子がね僕好きだったんだよね。あとねエンディングが好きだった、あのちょっとかっこいいですね。でこちらが幼女戦記よりターニャ・デグレチャフ、めっちゃ読みづらい、ターニャ・デグレチャフ。ちょっとアニメ見てないんでわからないんですが、ロリッコだよね、あのロリッコのこの戦闘服、戦闘服着、これもねなんかやばいね、僕こういうの好きです。でこちらはグランクレスト戦記よりシルーカ、これもアニメは最初の方しか見てないんだけど、この子の衣装がエロくて好きだった。なんかあのタイトなミニスカート履いてるんだよね、フィギュア出たら買いたいなと思ってたから、あれまあ出たんでね、彩色次第では買うかもしれない。まあ造形も良さそうだし、ふすまだし、ほんとねこれはね意外といいかもしれない。まあ意外って言っちゃいけないね、これもね早く彩色が見たいです。でここからミクさん、もうこれはシリーズ化でいいのかな、あのマックスのグリパンさんのミクシリーズでもこれもいいよね、これもね買いますよ僕。なんかこのちっぱいミクさんのエロい衣装、これたまんないんだよね。でも今までの中で一番普通のミクさんだよね。
で、これも素晴らしいミクさんのウェディングバージョン。これ色ついてないけど、かなりいいよね。細かいバラの造形とか、ウェディングドレスの造形とか、これもね、やばいよね。フリーイングということなんだけど、ちょっとこれも欲しいかな。最初こうね、早く見たいです。で、これはレーシングミクの2017。2017はトニーさんが書かれてます。あの、レーミクは毎年ね、違うイラストレーターさんが書かれてるんだよね。まあ、羽をつけたトニーさんのフィギュアというと、ことぶき屋さんにも似たようなのあったよね。で、こっちはミクさんと。まあ、ミク好きでトニーさん好きの人にはたまんないよね。これ、羽の造形はどうなるんだろうね。クリアパーツなのかな？あの、ことぶき屋のやつもいい感じだったからね。これもね、期待持てそう。で、最後に、ウィズファンズから、ラブライブサンシャインのようちゃん。これもね、このシリーズもね、いいペースで出してきてるよね。で、このシリーズの中で、一番エロいんではないかというようちゃん。ようちゃんといえば、健康的な肉体美だもんね。ようちゃんファンには、これたまんないフィギュアだよね。アルタとかもね、今後もう出るかどうかわかんないからね。とりあえず、ようちゃんファンは、これ買っておいた方がいいような気はする。で、同じくリコちゃん。これで、チカちゃん、ヨウちゃん、リコちゃんと、とりあえず2年生が揃うわけだね。リコちゃんはなんか普通だね。まあ、チカちゃんも制服だったからね。2人は並べて飾りやすいかも。それにしても、このシリーズ、クオリティ高いよね。まあ、値段も結構いい値段するけど、アルタに比べれば安いし、ラブライバーにはちょうどいいシリーズじゃないのかな。なんかね、後になってから買い揃えたくなるような気がする。僕まだチカちゃん予約してないんだけど、ちょっとね、今悩んでます。はい、ということで、ワンホミのまとめレビューも以上となります。もうちょっとね、数が多いんで、デンドロイドとかフィグマはね、割愛させていただきました。でもまあ、グッスマさんはね、いろんなところでデコマス展示してるからね。またどこかで見かけたらアップしたいと思います。ではでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次はいよいよね、エロホビの方をアップしていこうと思ってます。ぜひね、楽しみにしてください。ではでは、またねー。